街中で声かけられて丁寧に対応したら、あんまりなまってないんですねって言われるの、なぜなぜ。笑うとき口角上がって気持ち悪いって言われるの、なぜなぜ。自然となっちゃうのに。こっちこっち、バズだ。 TikTok バズったら5年ぐらい連絡取ってなかった友達が慣れ慣れしく DM してくるの、なぜなぜ。大介くん、お疲れ様です。〇〇の友達です。今度遊びましょうって。誰誰。彼女いないって言ってるけど本当は6人くらいいそうって。そんなわけないじゃん、バーカバーカ。青森の焼肉のタレと言ったら、ゲンタレ。友達に連れてってもらった飲み会がうちわのり、やだやだ。広角で撮ろうと思ったら魚みたいになっちゃったの、やだやだ。地上に出ないと乗り換えできない駅、やだやだ。1回目のデートで親父に会わなきゃいけない、やだやだ。めっちゃ盛り上がってるのにカラオケで小田和正入れる人、やだやだ。あんまり仲良くない親戚との集まり、やだやだ。六本木以外の街をバカにしてる人、やだやだ。普段こわもてなのにカラオケ行ったらあのちゃん歌うの、やだやだ。まだ6月なのにこんな暑いの、なぜなぜ。最近友達に、あ、なぜなぜの人だって言われるの、なぜなぜ。 TikTok は1万フォロワーいったのにインスタはフォローしてくれないの、なぜなぜ。めっちゃ彼女欲しいのに LINE に女の子3人ぐらいしかないの、なぜなぜ。青森出身って言えば、え、見えないって言われてるの、ちょっと待って、なんだっけ、言われてるの。青森出身って言えば、え、見えないって言われてるの、褒められてんのか褒められてないのか分からない。青森出身って言えば、え、見えないって言われてるの、なぜな、言われちょっとダメだこれ。